ちは、あまねこです。カメラを回すと急に風が吹いてくる。私は怒っています。今回は私のチャンネルであんまり軽自動車を紹介してないってことで、たまには軽自動車紹介しろってコメント欄で怒られたことがあるんですけど、今回はねちゃんと軽自動車紹介させていただきたいと思います。もうねここちらって見えてるんで、多分お分かりの方はもういっぱいいらっしゃると思います。まあ、っていうのも実はこの車めちゃめちゃ売れてるんですよ。軽自動車販売台数ナンバーワンとかなんですよ。まあ、っていうことなので早速ね紹介していきたいと思います。はい、ということでね、今回ご紹介する車はこちらです。じゃじゃーん、ホンダ新型 NBOX スタイルプラスブラックでございます。軽自動車の枠を超えたって言っていいのかな、もうそれぐらい本当にこれ軽自動車なのって聞きたくなるぐらい内装がマジですごいんですよ。あ、っていうのも実は私昔に軽自動車に乗っていたことがあって、今はもう WRX に乗る前にダイハツのムーブコンテっていう軽自動車に乗ってはいたんですよ。なんで軽自動車ってなんとなくイメージはついてたんですけど、今回この車を乗ってみてちょっと今までの軽自動車の概念がぶち壊れました。いや、それぐらい衝撃です。はい、というね、今回はその新型 NBOX スタイルプラスブラック紹介していきたいと思います。はい、今回はホンダさんの大人気軽自動車 NBOX を紹介していきます。こちらの車はホンダカーズ大宮西店様よりお借りしております。撮影ご協力いただきありがとうございます。今回お借りした車は NBOX の中でも NBOX カスタムスタイルプラスブラックという NBOX 誕生10周年を記念した特別仕様車になります。この特別仕様車は名前にもある通りブラックはアクセントカラーとしたエクステリアが特徴で、軽自動車らしからぬ高級感で見せる車といっても過言ではないですよね。うん、現代的でかっこいいです。で、カラーバリエーションとしてはプラチナホワイトパール、メテオロイドグレーメタリック、クリスタルブラックパールの3つのタイプがあり、今回お借りしたのはプラチナホワイトパールですね。個人的にはこのカラーが一番おしゃれかなと思います。白黒パンダコーデって感じしません？で、この車のボディサイズは全長3395、全幅1475、全高1790で、最小回転半径は 4.5m です。そしてこのご時世だからこそより気になる燃費なんですが、 WLTC モードでリッター約 20kg です。ガソリンがどんどん高くなっていくんですが、お近くの石油を助けていただけないでしょうか。で、この車の車両本体価格なんですが192万9400円からとなっており、今回お借りしたモデルはターボエンジン搭載車なので205万7000円からとなります。そしてこの価格の差は単にターボが搭載されただけではなく、シート素材やホイールもグレードアップされるので結構お得感あるのではないかなと思います。それでは早速気になる内外装をチェックしていきましょう。はい、じゃあね、まず最初にお顔をチェックしていきたいと思います。一番最初に目に飛び込んでくるのは印象的なこちらのグリルかなと思います。で、このグリルなんですけど、実はこの NBOX スタイルプラスブラックならではのこちらベルニナブラックが色塗されてるんですよ。これかっこよくないですか。他のね新型 NBOX にはない加速なので、ここがすごくポイント高いなと思います。で、あとはですね、フロントのライトの部分なんですけど、実はこれフル LED ライトなんですよ。軽自動車でフル LED ですよ、すごくない。で、実はねこれシーケンシャルになってるんですよ。軽自動車でシーケンシャルにしちゃおうっていう発想がね、本田さん強気だわ。そしてですね、実はこちらにはフォグランプもついております。軽自動車でフォグランプついてるってすごいよね。なか
かなかなくない？ということでお次は横顔チェックしていきたいと思います。でサイドの部分なんですけど、あのフロントの部分でお伝えしたベルニラブラック塗装がですね、なんといっぱいあるんです。もう多分ね見てわかると思うんですけど、ここのドアミラーの部分はまず一つ、そしてあとドアハンドルの部分もでしょ。であとはですねホイールもなんですよ。これすごいので、タイヤ部分来ました。でホイールなんですけど、これすごくない？なんかね、よく見てみるとあの違うんだけど、パッと見 BBS っぽくない？なんかね、すごい高級感あるんですよ。かっこいいと思って。で、この車のタイヤサイズなんですけど、165-5515 で15インチのホイールですね、こちら。で、ドアミラーの部分はこんな感じ。ジューン。やっぱさ、ボディカラーとのコントラストさ、良くない？このドアハンドルもそうなんだけどさ、すごくパンダコーデって感じ。で、これなんですけど、あのスライドドアが両側ともスライドドアなんですよ。これマジですごい。軽自動車ですよ。軽自動車で両側ですよ。すごっ。あ、汚いの見えちゃった。はい、お尻の部分に来ました。みんなが大好きなお尻チェックしていきましょう。このね、テールランプの部分なんですけど、これもね、かなり特徴的な形をしてますよね。で、あとですね、こんな感じ、ルーフスポイラーがしっかりついてるんですよ。なんかすごくない？ミニバンかよみたいな感じ。なんかね、やっぱ軽自動車ってマジで舐めちゃダメよ。最近の軽自動車こんな進化してんだもんなって思わせてくれる、そんな一台だと思います。じゃあ、あとはですね、私が大好きなマフラーチェックなんですけれども、マフラーがどこにいるかわからない。あ、いた、いた、いました、いました。わかる？これ、これか、これか、これ、このね、チョコンって出てるところがあるんですけど、これですね。トランクルームを開けて車中泊チェックしていきたいと思います。じゃーん、こんな感じ。よいしょ。おお、これあれか、もっと前に倒してあげなかいな。広いぞ。よいしょ。あのね、これね、割とここがつながって段差ができずに倒れてくれるんで、いい感じなんですよ。ただね、あれ前のさ、運転席と助手席をもっと前方に持っていかないとフルフラットにはならない感じかなと思います。もうこれがね、座席をね、結構移動させるっていう手間がかかっちゃうのは、まあ軽自動車だからそこはしょうがないよね。でも正直ここまで倒れると思わなかったし、てか普通の軽自動車ってこんな綺麗にフルフラットにならないよね。はい、ということでね、お待ちかねの内装を見ていきたいと思います。これがすごいんですよ。さあ、ちょっとドキドキですね。開けていきたいと思います。ご会長、じゃーん、どう？乗り込んでみた感じはこんな感じでございます。ほい、運転席からの視界はこんな感じです。じゃーん。まず目の前に飛び込んでくるのはこのステアリングですよ。で、ステアリングはですね、こんな感じで、ここブラックの加色がされており、そしてここステアリングの下の部分、ここはですね、メタルスモークの塗装がされてるんですよ。すごくない？何これって感じ。なんかね、これお腹鳴っちゃった。あんまり他の車で見ないような塗装だなって思うんですけど、かっこよくないですか？で、このメタルスモークの塗装なんですけど、実はスタイルプラスブラックには至るところにいるんですよ。このドアトリムの部分なんですけど、ここ、このね、ドアハンドルのあたりとかにね、こんな感じでいるんですよ。
スモーク。で、あとですね、こちら下に行くと、ここピアノブラックの加速がされてるんですよ。軽自動車でさ、こんなメタルスモークにピアノブラックに、ピアノブラックにメタルスモークっていう加速あんまなくない？これがね、めちゃめちゃ質感高いなって思っちゃうんですよ。すごくない？はい、ということでね、メーターがこんな感じでございます。メーターはね、アナログなんですけど、これがね、隣に実はマルチインフォメーションディスプレイもいるんですよ。ということで実際にエンジンをかけていきましょう。シートベルトしろよっていう音が鳴ってます。マルチインフォメーションディスプレイはこんな感じです。はい、でナビはこんな感じで、この車はナビがついてなくて、これごめんなさい、写真が貼り付けてあるだけなんですけど、ちゃんとここにナビを設置するスペースがあり、で下にはこちらエアコンの操作ダイヤルですね。でこれさ、本田さんの車に乗るたびに言ってるんですけど、これマジで気持ちいいんですよ。みんなに触ってほしいぐらいやみつきになります、これよき。であとはですね、実はこの車軽自動車なんですが、電動パーキングブレーキついてるんですよ。これすごくない？普通の車だったら電動パーキングブレーキって結構ありがちなんですけど、軽自動車で見たの私初めてです。軽自動車って運転席と助手席のスペース、ここ通り抜けできるような状態になってるんで、サイドブレーキってあんまないので、ってなると足踏み式のブレーキになってることが多いんですよ。でそれが電動パーキングブレーキになったことで、めちゃめちゃ便利で、こちらですね、シフトノブなんですけど、これがまたステアリングと同じ生地になってるんですけど、これがまた結構気持ちいいんですよ。でこれシフトノブの周りも、こちらがね、ピアノブラックの加速がここにもいるんですよ。かっこよくない？で、あとはですね、シートがね、めちゃめちゃこれ気持ちいいんですよ。このシートすごいよ、高級感ある。しかも実はこのシートなんですけど、なんと軽自動車なんですが、驚くなかれシートヒーターがついてるんですよ。ひー、びっくり、びっくらぽんで、びっくらぽんだよ、びっくらぽん。軽自動車でシートヒーターがつく時代が来たのかと驚きを隠せません。で収納はね、こんなところにもあるんです。パカッと、パカッと開けると、これはドリンクホルダーの代わりにもなりそうですよね。でここには、フックもありますし、これはシガーソケットだね。で運転席のとこにはドリンクホルダーもあり、でこれは鍵を置くスペースみたいなのもあるんですよ。にも収納ボックスがあります。ほい。であとはですね、助手席の前方部分にこんな感じで収納ボックスみたいな感じであるんですよ。隣にね、こんな感じで USB の差し込み口が2つあって、これで携帯を充電口に差し込んであげて、でスマホをここにね、ちょこんと置いといてあげることができるんですよ。めちゃめちゃ便利じゃない？これすごい楽、運転席からでもすぐ充電できちゃうのはね、めちゃめちゃいいと思います。であとこちら下の部分にはちゃんとグローブボックスもあります。収納多めでね、もう一個ちょっと分かりづらくてライトつけたんだけど、こんな感じ、ここのね、足元の部分にもね、ドリンクホルダーいるんですよ。めっちゃドリンク飲むやんっていう、下にも上にも、そしてここにもドリンクホルダーがあるので、助手席の人は3杯もスタバを楽しむことができます。はい、じゃあね、ちょっとね、驚きのね、運転席からの視界チェックをしていきたいと思います。やばいっすよこれ。ね、ちょっとね、運転して思ったんだけど、なんかね、小型のバスに乗ってるような感覚、めちゃめちゃ視界良いです。ボーン、後ろが驚きの視界なんですけど、すごくない？何これ、軽自動車すごい。はい、それじゃあね、後部座席乗り込んでいきたいと思います。お邪魔します。よいしょ。でこれも電動スライドドアなんですよ、素晴らしい。よし、じゃあお邪魔します。よいしょ。あ、いいか、 OK、 大丈夫、ちゃんと
乗れた。よし。で、閉める時もこれ電動だからカチャッとやってあげると閉まってくれます。いいね、いいね、いいね。で、実際に乗り込んでみた感じはこんな感じ。あのさ、びっくりしたんだけどさ、後部座席の居住空間広すぎやしないか。あ、これ軽自動車でしたよね。ちょっとそれを疑いたくなるくらい。だって私今これ足伸ばしてここまで行けるんだよ。すごくない？めっちゃ広いよ。めっちゃ広いよ。驚きを隠せません。いやー、すごいな。しかもね、これ、あの運転席も助手席も両方なんだけど、後ろにねこんな感じでテーブル出てくるんですよ。ほほ、新幹線ですかあなたは。しかもドリンクを2杯も置けるんですよ。2杯もスタバ飲んでいいんですか。ありがとうございますって感じで、あとこれ驚きなんですけど、ここにねヒューヒュー、なんと2人分の肘置きが出てきちゃうんですよ。すごくない？これがくっついてたとして、これが一気にバーンって出てくるタイプあると思うんだけど、これ分かれてるんだよ、分かれてるんだよすごいね、面白いよね。まあ軽自動車なんで4人乗りってこともあるんですけど、なんかこんな構造になってるんですよ。すごっはい、ということで今回はこちら本田さんの新型 Nboxカスタムスタイルプラスブラックご紹介させていただきました。いかがでしたか。いやね、びっくりしましたよ。私は新型 Nboxってこんなにすごいのかっていう、いやもう驚きなのはやっぱ内装ですよね。内装の質感高すぎじゃないですか。もう軽自動車の枠を超えてますよ、これは。さすがに、まあ、個人的にはやっぱ軽自動車って利便性がとても重要かなと思ってるんですけど、ただね、その利便性はもちろん余すことなく徹底されている上に質感高い。そんなとこ入ってくるとね、あの軽自動車に乗ってることを忘れさせてくれるような、そんな感じっていうかね、軽自動車の概念をぶち壊してくれるような、そんな車だなと思います。正直やっぱ軽自動車選ぶなら私も新型 Nboxかなって思っちゃいましたね。例えば女の子とかが軽自動車乗るってなって、もっとねお顔が可愛らしい女の子らしい車に乗りたいってなったら、もしかしたらあの Nboxくんではなくなってしまうかもなんですけど、そういうこだわりがなければ私は新型 Nboxいったかなんじゃないかと思ってしまいます。いや、それぐらいね完成度高すぎですよ。本田さんマジでやりましたね本田さんやってんね今回ね、この不審型 Nboxを乗るの楽しみにしてたんですけど、もうその楽しみを上回るくらいの完成度だったので、もう圧倒されました。新しいこれからの軽自動車の在り方っていうのはね、多分この新型 Nboxが今後も牽引していくのではないかと思っております。これからの活躍も楽しみにしております。はい、ということでね、今回は新型 Nboxカスタムスタイルプラスブラックご紹介させていただきました。はい、この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。